ップのプープープー。皆さんこんばんは。まいです。ヨンです。2人合わせてジェリップです。さあ4月1日ジェリップのプープープー始まりました。始まりましたよ。この番組は休日のひとときをあなたのジェリップでプープープーと過ごす番組です。はい、今日のテーマは、キラキラということで、このテーマについていつぐさん一言をお願いいたします。チェリップ出た。もう今年入って何回目のチェリップやねんって。チェリップが逃げ道だから、ちょっと逃げ道だから。もう今自分で逃げたって言っちゃったから、ごめんごめん、申し分ない申し分ない申し分ない、申し訳ないだろ。申し訳ない申し訳ない申し訳ない。なんで申し分ないねんって。恥ずかしい、恥ずかしくなってきた。ラジオの前のみんなもはーって感じだったでしょ。もう帰ろ、今日帰ろ。いや、今日も絶好調ですので、あの本編も面白くなると思います。今日も最後までよろしくお願いします。ベスト10。いいよ。今月も始まりました、このコーナーはですね、はい、古い新しい関係なく、皆さんからおすすめしていただいた素敵な曲を聴いて、チェリップのライブに役立てていこうと、勉強していこうというコーナーであります、でトップ10は時間的に足りないので、いつも1位だけを結局ね、結局の結局発表しているというコーナーです。で、今日おすすめの曲教えていただいたのは、ラジオネームフルさんです。サンキュー、ありがとうございます。いつぐ先生、藤井先生、スタッフの皆様こんばんは。ウィス、こんばんは。フルでございます。気がつけばもう4月ですね。やばいね。桜はまだかな。まだじゃないよ、もう咲いてる。どうなんだろうね、いつもでも桜祭り、米子のやつ、パパの誕生日らへんに咲いてるイメージだから、もうそろそろかな、4月。そうだね、ちょうどその頃最初の方、どうでしょう、どうでしょう。さて早速ですが、今回リクエストする曲を歌っている方の紹介をしようと思います。1968年12月11日生まれの兵庫県神戸市出身の女性シンガーソングライターです、っていう顔文字。眉じゃね。お気づきの方もいらっしゃる方もおられるとは思いますが、いつぐ眉様と同じ誕生日で、出身地が藤井美穂様のおられる神戸市というチェリップに縁のありそうな方でございます。なるほど。1992年にデビューされ、1993年以降にヒット曲を出されています。すげえ、すげえ。自虐的な歌詞から、女尾崎豊と言われたこともありました。だって、あ、そうなの。尾崎豊さんもこの方も自虐的なの。まずそこからだよな。個人のね。で、1995年には女優にも挑戦したりしています。すげえ。楽曲の提供は森進一さんや、上戸彩さん、高橋みなみさんとジャンルに関係なく提供しています。すごい。2005年の誕生日に結婚され、2人のお子様にも恵まれました。いい。そしてそれを機にアーティスト名義を今の姓に変えました。そうなんだ。旦那さんは俳優兼監督をされており、ドラマ男飯や、映画トマトの雫等では音楽を担当しており、共同作業をされております。夫婦で素敵や。すげえな。さて今回リクエストする曲は旧姓時代の曲です、先日お二方が出ていたラジオプラネタリウムを聞いて、あ、そういえばこんな曲あったよなと思い出した曲です。1996年ミュンが生まれた年に発売された6枚目のアルバムのタイトルのタイトルチューンです。あ、これがこの星座なのかと思って星空を見えてました。あの日ね、あの日ね、いいね、そういうのも。それでは話が長くなりましたが、よろしくお願いします。なるほどなるほど、そうなんだ。いやー、そうなのか。この前のラジオプラネタリウムを聞いてる時に、ちょうどオリオン座が、そうだね、話したね、見えててヒントを言うとね、で、それでこの曲を思い出したと、そういうことだね、いうことですよ。
もうこれだいぶ分かった人いるんじゃない？分かった人いるんかな。でもまあこのタイトル聞いたことなかった。ミオンも初めてだから、ちょっと今日ヒント多め、多めにっていうかだいぶ出してみたが、これね結構ね、これ面白いでしょ。メッセージをこう送って、この書き方がね、送ってくださり方がうまいので、そうだね、皆さんのいつも結構ツイッターとか見てると分かってる方もいらっしゃるので、どうなんだろう今回はって感じですな。確かに聞いてみないと分からないかもしれない。分からないかもしれない、可能性ある。でなんかなんていうの、この星にね、曲食べてまつわる話で、なんか誕生日の話とか出てきたから言うと、なんか誕生星っていうのがあるらしいよ。知ってる知ってる、なんか言ってたね。で前の12月この今回流す曲の方と眉の誕生星は、ラス・アルゲティ、ヘラクレス・ザ・アルファ一世だって。あー覚えれないわ、わからんわ。で星言葉が装飾された魅力、装飾って何、飾られたってことや。あ装飾って装飾か、まあ、キラキラなんですよ、つまりは。あ魅力が詰まってるということですよ。でミオン6月4日は、うん、なんだ読める、パイスリーオーリオーニス、オリオン座のこのパイ3世、近くにあるオリオン座の近くにある星だ。だから今回ミオンもこの曲にちょっとね、誕生星がオリオン座だから関わりがある。いい、ね、で星言葉が独創性と直感力。おお、ほえー、取ってよ、よくわからんな、不思議だな、わからんな、難しいわ、難しい言葉でわからん、うん、あとはね、なんか面白いそのか関係で言うと誕生寿司とかある。誕生寿司、寿司だって。寿司、6月4日やべえよ、6月4日見てや、6月4日椎茸お前椎茸か寿司言葉、活力まあいいでしょ、まあいいでしょ。12月11日寿司、寿司椎茸、これ前にぴったりだな。何カッパ巻き、おいなんだよ、椎茸のカッパ巻きはカッパラなんじゃないわお前、ほんとやべえやべえ。しかもね、なんでそんな感じだ よ、 いいよ、寿司言葉もいいよ、空想やべえ空想それだけかよ、しかもやべえやべえ、どっちもやばいわ、椎茸も大概やばいわ、なんで椎茸だよ。しかもでもなんかこういうのいいですね、この話から転化してこういうことも、聞いたことない。なんかでもなんかすごい初めて知った情報が今回いろいろあって、でなんか関わりがねこうある方の曲となると聞くのが画然楽しみになってきましたので、そろそろ曲を紹介をいつぐさんお願いいたします。今週の第1位、ご覧あれがオリオン座だよ、橘泉。チェリップのプープープー。はい、ここからは皆さんからいただいた、メッセージ普通歌を読んでいこうと思います。オッケー、ラジオネームライトパパです、ありがとうございます。まゆさま、みおんちゃん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。20日定期公演とキャラメルリボンフォーエバーに参加しました。ありがとう。会場のベックスは僕は初めてで、客席の位置取りに戸惑って迷ったのですが、最前列に陣取りました。ウェーでも慣れないことをするものではないですね。近すぎてなんか勝手に恥ずかしくなって二人を直視できませんでした。なんでやねんこの日キャラメルリボンを初めて見ました。キャラメラーのエボさんから聞いてて、ホームページは見たことあったのですが、その頃は何年も画像が更新されてなかったらしく、僕と少なからず縁があった仙林商店街で撮った仙林商店街かな、メンバーが中学生の頃のものを見たので、ビジュアル的にほんと地元密着のご当地アイドルっぽくて、なんかあんまりピンとこなくてそのままになっていました。でも今回見てびっくり、ダンスはバッチリで、フォーメーションはバリエーションが多彩だし、曲はキャッチーだし、 MC はめっちゃ面白いし、仙林を完全に舐めていました。仙林で合ってるのかな、仙林って書いくやつ、どこかな、こんな素敵な、何仙林で合ってんじゃね、これ仙林なのか、普通に仙林商店街ってことじゃ、これこんな素敵なグループが全員卒業だなんてちょっと惜しいなと思いました。特に思い入れがあるわけではないのに、青春を捧げたこの9年間にはいろいろあったんだろうなと想像したら、
おじさんはちょっとうるうる来てしまいました。およ3人の今後のそれぞれの道での活躍を祈りたいです。だってサンキュー、ありがとう。いやありがとう、うん、いや仙林って何の話、なんか何の話やと思ってた。仙林やしやないかって仙林って読むのか。仙林って前がひねったわ、勝手に勝手に ひねりすぎたわ。ちょっと仙林っぽかったけん、仙林ってひねったわ。仙林、仙林やしな、うん、仙林、仙林。そう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 。いやあの日はですね、うん、本当にあの山陰のね、うん、各地の顔馴染みのあるアイドル好きの皆様が集まってくださって、うんはい、あの本当にたくさんの方とキャラメルリモンさんお迎えできて、うん、本当に良かったです。ね、良かったよね。ね、あの、ねそれこそセイナちゃんとかが言ってたけど、うんうん、最初で最後のキャラメルリボンですねってそうそうそうあのそれこそちょっと自虐的に言ってたりしてたんだけど、うん、でもそれでもねキャラメルリボン生で見たぞっていうのはすごいこう、ね、価値のあることだったと思うんで、すごいキラキラステージだったでしょ。やっぱりすごい楽しかった本当にだったので、うん、あのすごい見ていただけて皆さんに嬉しかったなと思います、うんね、改めて皆さん本当に来てくださってありがとうございました。キャラメルリボンさんもね、うん、本当に遠くまで来てくださって感謝の気持ちでいっぱいです、うん、ちょうどだから昨日かで、うんうん、そうだね正式にみんな卒業って感じだと思うんですけど、うん、あのまた違うところで ね会えたらいいなと、はい、おいらは思っております。待ってます。 Thank you。 ありがとう。続きラジオネームあかもんです。ありがとう。おっと勘違いしていた人、神の右手を持つ人、こんばんは。こんばんは。今回は3月10日大阪で行われたポッター平井のアイドル三つどもえについて書こうと思います。これ長いやつで走るって言われたけど走れないやつだ。やべ。このイベントは放送作家のポッター氏が関西のアイドルを3組集めてわちゃわちゃとゲームをしたりライブがあったりというライブイベントですが、そうそう特徴はライブは全アイドル前半パート後半パートに分かれ、その後半パートは競って決定というものです、うん、そもそもライブの趣旨に関西のアイドルと言っているのになぜか鳥取の人が呼ばれたのか分からないですが、出演は大いに予想され、ミヨン氏も投票系には弱いのでと頻繁にツイートをしていました。さすがに今回ばかりは投票での順位付けは無理とは思いながら、多現場の友人を誘ったりして会場に、ね、会場入りするとちらほらお見かけする関西のチームの方がいらっしゃいましたが、大半は他のアイドルさんの推しの T シャツを着ていて、さすがに無理やと思いながら前半ライブスタート15分なので他のアイドルが無難に3曲編成の中、唇ネットワーク、恋愛至上主義、チェチェリップ、ラストアシンメトリーと全ての曲を2番カットで披露しライブ終了。そうそうそう。その後ゲームコーナーがスタート。1つ目は食レポ対決、ルミナリエの嫌な思い出が蘇り、いつぐしその後ゲーム後コーナーがスタート。1つ目は足が行ったわこれ、ごめんね。前のも見方が違う。いつぐしはやめてくれと願っていたら無難にミヨン氏登場。他のアイドルさんがかなり変化球な食レポをする中、余裕にこなしたミヨン氏の食レポが評価され、観客判定で他のアイドルオタさんの力添えもありなんと1位。そうそう、意外じゃなかったよ、ね、お前がやっぱ1番だったよなんで前が言うね、本当に言うじゃねえよ2つ目はボール投げ対決1人が頭上でゴミ箱をセットし、そこにもう1人が投げるというもの。ここで本日の主役が現れます。なんといつぐしの右手に神が宿り、7球中5球を入れるというナースコントロール。なんとこれも1位。これさ、前のコントロールっていうかミオンのキャッチ力だよな。いやマジあれ跳ねるからミオンがそれスクワットをね駆使してね、そうあれな、しゃがんだらいけんけんギリギリのラインでなそうラストはカラオケ対決、ここまで1位だったが、ラストはあるあるの1位は100点的なことはなく、ちょっと配点が大きくなるだけという感じ。この日が松田聖子さんの誕生日ということもあり、テーマは聖子ちゃんの曲。ここでもいつぐしが赤いスイートピーを選択、順位は2位でしたが、会場がちょっとシーンとなるほどの熱唱で、他のアイドル太田さんも聞き入るほど、全てのね、嬉しいね、恥ずかしいわ。全てのゲームが終了した時点で他のアイドルさんと同率1位ということで、再びサドンデス方式のボール投げ対決がありました。そして1位が確定。ここでポッター平井さんから驚きの発表が。ではチェリップさん15分の取り取得、なんと後半のライブパートは観客の投票ではなくゲーム対決の結果によるものだったのです。せよね東京だと、じゃあ投票だと勘違いしていたチェリップおよび関西チームの方はこれに戸惑い、ちょっと唖然でしたが、みんなの協力もあり、この1日一番の盛り上がりだったように思いました。
あ、読めないな。何やね、読めや。おそらく今後の人生でもうないやろうくらいに暴れてたので、不快に思ったチームチェリップチームの方がいないかは心配ですが。いやでもみんな ね感謝してたね、ミニオンたちも含めね。そうそう、チェリップやるやんけと思いました。以上、ありがとう。ありがとう。いやいや本当にね、あの、うん、この大阪ライブをきっかけに、それからのライブ、そうそうそう、すごいこういい感じのみんなで作るって感じのライブが続いてて、ね、本当に嬉しいので、楽しかった。すごい、なんかその流れをね、あの投票ではなかったけど、うん、その流れをみんなにそうそうそう、いただいたなと思ってますので、うん、この時の関西、うん、チームチェリップの皆様には感謝の気持ちでいっぱいであります、うん、ありがとう。ということでね、感謝の気持ちを込めてキラキラの曲をね、ここで流したいなと思います、うん、今日の2曲目、ミニオンスクエアガーデンシュガーソングとビターステップ。おーい、キラキラな曲をお届けした後は、うん、こっちです、yeah。明日はなんとですね、うん、チェリップお花見会 in 東京が急遽決定しました。なんか知るわ、うん、あのプラネタリウム参加する人は実費その400円だけで、参加券参加料などはいりませんので、ぜひぜひこの機会にチェリップとお花見をしましょう、ね、そしてその後はキヨキヨ先生プレゼンツの愛しかねえというイベント、うん、ついにやってきました、うん、このイベント参加します、うん、でもうこの流れですね、お花見してプラネタリウム見て、うん、キョキョ先生のところに行くという流れ、いいね、明日はこれで決定だと思います。勝手に決定してしまいましたが、ぜひぜひ一日チェリップと過ごしていただけると嬉しいなと思います、うん、それでは明日を楽しみにしつつ、うん、せーの、おやすみなさい。バイです。ミオンです。2人合わせてチェリップでした。バイバイ。